ヤマビルはアゴヒルメヒルドカノヒルの一種。陸生動物で、山野で大型哺乳類を攻撃する。人にもよくつくので非常に嫌われる。ヤマビルは陸に住むヒルで、吸血性のヒル類としては、日本本土では唯一の陸生ヒルである。日本以外では、複数の種がある場合もある。なお、より厳密を求めて、日本ヤマビルとの和名も提唱されているが、普通は、 山ビルと呼ばれることが多く、この校でも以降はそう記す。山奥の森林に生息するもので、特に湿潤な場所に多いというのが一つの定見であり、深い森と結びつけて恐怖を持って語られたこともある。例えば、高野清には恐ろしい山ビルが木の上から落ちてくるシーンが描かれている。もともと山奥に生息して鹿やイノシシなどの血を吸っていたが、 これらの動物が里山に出てくるようになったことで生息地を広げた。気づかれないうちに血を吸われ、その傷口が吸血性昆虫のそれより大きいこと、本体にぬめりがあることなど、嫌悪感が強い。人間が最も不快と感じる動物の一つとの声もある。しかしそれ以上の被害、例えば寄生虫や病原体の伝播などは知られていない。湿度の高い環境で活発になる。 乾燥に弱い。日本では岩手、秋田県以南の本州から四国、九州に分布する。また、周辺当初では佐藤ヶ島、金華山、淡路島、それに薬島が知られる。ただし、神奈川県の調査報告によると四国は分布域とされているが、確実な情報がないという。国外では中国の雲南省も生息域として知られる。現名阿は、 熱帯域に広く分布するものである。琉球列島でも、石垣島、入表島に多く、これは、先島山ビルエイジ、ジーラナカゲクアナーとされる。また他に、東京都硫黄島に硫黄島山ビルエッジジーラナカ、イブワセミーが知られる。ただし、これらの分類については、異説もあり、日本の編集を独立種とする説もある。 体長は25から35ミリメートルで伸び縮みが激しく倍くらいまで伸びる。神奈川県の報告書によると弾力に富み、かつ丈夫で引っ張ってもちぎれず踏んでもつぶれないと表現されるほどである。体は中央後方で幅広く前後に細丸がおおよそ円柱型で多少とも腹肺に扁平。おおよそ茶褐色で栗色の縦線模様がある。 背面の表面には小さなコブ状の突起が多い。体は細かい体幹に分かれているが、実際の大切はその数個分である。第2節から5節までと8節目の背面に丸く突き出た目が1体ずつある。後方側面に耳状の突起がある。吸盤は前端と後端にあり、後端のそれがずっと大きい。口の中の顎には細かな歯がある。 肛門は後方の吸盤の背面にある。収縮した状態性展示には地上の落葉の元などに潜伏してじっとしているが、大型動物が接近すると表に出て、あるいは草に登って体を長く伸ばして直立し、その先端をあちこち振り回すように動かす。動物の接近は吸盤の周囲にある器官でに酸化炭素や熱などによって感知するものとされる。 シャクトリムシのように移動する、山ビル動物に触れるとすぐに取り付き、前後の吸盤でシャクトリムシのように移動し、皮膚の柔らかいところに取り付いて、吸血を始める。一般には、鹿やイノシシが主な宿主とされている。他に月のワグマ、ノウサギ、タヌキ、ニホンカモシカ、ニホンザルなども吸血されることが確認されており、山鳥やキジが、 吸血対象となった例も確認されている。人間であれば、その衣服の中に入り込んで吸血することもある。靴下など、目が荒ければ、頭をその隙間から突っ込んで吸血する例もある。キャラバンシューズに取り付いたものが靴下に潜り込むまで30秒という、測定もある。雨の時には活動は、さらに活発になり、樹上に登って枝葉の先からぶら下がり、 動物のより高いところにもくっついてくる。ビニールのカッパは貼り付きやすいため、足元から首まで這い上がるのに1分程度とのこと。吸血の際は、まず先端側の吸盤にある口の中の顎によって、皮膚を食い破り、血液凝固を阻害するヒルジンという成分を注入する。約1時間で満腹になるまで吸血するが、その間に水分を排出し、その成分を濃縮する。 吸われている側は、吸血されていることに気づきにくい。満腹すると動物から離れて地上に落ち、落ち葉の下などに隠れる。往々に、吸血後に脱皮、散乱する。乾燥には弱いが、気温は摂氏10度以上であれば活動が可能で、冬以外は活動がある。房走半島では4の11月に活動が見られ、特に梅雨や、週雨の頃が活発とのこと。 なお、自ら水中に入ることはない。親は血を吸うと約1ヶ月後に散乱する。卵は表面に蜂の巣状の突起のある透明な卵納に包まれる。これは散乱時にはゼラチン質の泡となっており、昼はこの中に散乱する。この泡が乾燥することで透明な皮膜となる。内部は黄色で美しく、山中育夫は万人が神秘的と認めるほど、 とまで言っている。一つの卵嚢には5から6個の卵が含まれる。なお、1個体のメスが生涯に作る卵嚢の数は20以上に達する。孵化には約1ヶ月かかる。孵化直後の陽性は体長約5ミリメートル。飼育による調査結果によると3から4回の吸血で陽性は産卵可能な生体になり、 これには約1年を要する。生体になるまでは1から6ヶ月に1回の吸血が必要であるが、それ以降は年に1回の吸血で足りる。生体は2年の絶食に耐える。生涯の吸血回数は多いもので8回ほど。飼育下での最長の寿命は5年であった。私有動体であるが、交尾を行う。二個体が互いに首を締め合うような形で交接する。一般には、 山地の森林に生息し、特に湿潤な、渓流沿いの苔の多いところなどに多数見られることがある。地理分布としては広いが、各地での生息域は狭く限られており、どこにでも見られるものではなかった。しかしそれ以上に、吸血対象となる大型哺乳類の生息域に依存していて、時には開けたところやちょっとした矢部でも遭遇することがある。人里ではあるが、 奈良公園の春日神社などには多く、時折阿部に潜り込んだカップルが血を流しながら慌てて飛び出すのが見られたという。ところが、平成頃からはあちこちで山ビルの増加が言われるようになった。例えば、房総半島では1975年頃には清澄山を中心とする一帯に生息するのみだったものが東西南北に広がり、 その生息面積は2005年には30倍ほどにもなっている。また、市街地に出現する例も伝えられるようになった。丹沢山地、西濃、鈴鹿山脈などの山域でハイカーなどが吸血の被害を受けている。これは人里近辺で鹿などが増加したと言われることと符合する。山中イクオモの生息域拡大との共通性を述べ、地域の古老の言葉として、 鹿の糞からヒルが枠を上げて、鹿がヒルの運搬にも加担しているとする。実態は鹿やカモシカのひずめにヒルが寄生するためと考えられている。梅谷根にはこの他に生息地域へ入る観光客の増加が原因の一つではないかと述べている。梅谷によると、哺乳類の個体が高い頻度で吸血されると抗体ができ、 抗体を持つ血液を吸ったヒルは死滅してヒルの個体数を抑制する作用があると考えられている。一方、ヒルと接触する機会を持たなかった観光客が多く来ることによりヒルは抗体に阻まれることなく増殖できたのだろうと言う。さらにヒルに疲れた人間が生息域外に移動したところでヒルが落ち生息域の拡大につながった可能性も指摘している。 神奈川県では里山に隣接する住宅地でも多数の吸血被害が報告されている。人から吸血する山ビル1階の吸血量は産卵をするような生態で2から3ミリリットルである。ただしその後も出血するので出血量はそれよりやや多くなる。噛まれても昼の唾液には麻酔成分が含まれるため痛みはそれほど感じない。噛まれた後は丸い小さな傷口になり、 血液凝固を阻害するヒルジンにより、しばらくは出血が止まらない。普通は2時間程度は少しずつ出血が続く。一旦止まっても入浴などで再び出血することもある。その後も傷の治りは遅く、極端な例では2年に及ぶこともある。また、猛烈なかみが出やすく1ヶ月近く続くこともある。皮膚についた場合はアルコールが効果的で、 近づけただけでも落ちる。その他、火を近づけたり、塩や塩分濃度の高い液体、食図のような酸性の液体をかけることも効果がある。食塩水を含ませた布を首に巻くという予防法も、ある。吸血後は、可能止めをした方が良いとされている。なお、ヤマビルによっては愛媒介される、寄生虫や病原体は知られていない。かゆみに対しては、 抗ヒスタミン剤などの難航が有効だが、アンモニアを含む薬は症状を悪化させる恐れがある。近年の人里での増加から、薬物などによる防除も行われているが、決め手は今のところない。日本ではヤマビル専用の D 糖を用いた防虫スプレーが市販されている。また温度変化に敏感であることを利用し、サルチル酸にヒドロキシエチルやエルメントールを主成分とし、 シートを含まない機器材を総合研究大学院大学の助教と秋田県立かな足農業高等学校の生徒らが開発している。放置された雑木林では湿気を少なくする里山としての整備がしかと山ビル対策になると考えられている。また場所によってはハイキングコースの入り口に山ビル退治用の塩の入った瓶が置いてある。にがりを利用した 凝固剤のスプレーによって退治することができる。ありがとうございます。